さあ始まりました、西南学院大学対福岡大学第1戦、西南大先発は吉田。初回福大の攻撃ミスなどで2アウト満塁とチャンスを作りますが、6番園田をファーストゴロに打ち取り、西南大0点に抑えます。5回福大はワンアウトから8番松尾が左中間へのツーベースを放ち、チャンスを作りますが、2番竹下をセカンドゴロに打ち取り、ここも0点に抑えます。しかし6回福大は先頭桜田が右中間へのツーベースヒットを放ち、4番松尾のバントのところでキャッチャーのミスも絡み、ノーアウト1・3塁で5番湯浅が犠牲フライを放ち先制します。さらに6番園田のライト前ヒット、7番長江のタイムリーヒットで1点を追加。さらに9番田中のレフト前タイムリーヒットで福大はこの回一挙4点を奪い、4対0とリードします。さらに7回福大は2番3番の連続ヒットでノーアウト1・2塁のチャンス、ここで4番松尾が左中間へのツーベースヒットを放ち5点目、さらに犠牲フライで1点を追加し6対0とします。追いかける西南は先頭白石のヒットとミスが絡んで、ワンアウト1・3塁のチャンスに2番小中がタイムリーヒットを放ち1対6とし、迎えたチャンスで3番福島がゲッツーに終わってしまいます。流れを変えようと8回から滝口がマウンドに上がり3人で切り抜けます。しかし9回は3人で抑えられゲームセット。優勝の可能性はなくなりましたが2日目も頑張ります。次回のハイライトもお楽しみに。